こんにちは、ミルクティー飲みたいですということで、先日ですね、インター FM のデイブフロムショーというラジオに出演させていただいたんですけれども、その様子は概要欄の方に貼っておくので、ぜひ YouTube で見てみてください。ということで、日本の有名な民謡トーリャンセという歌をご存知でしょうか。子供の時遊んだよっていう人も結構いるのではないでしょうか。まあ僕は遊んだことないんですけど、あの歌めっちゃ怖くないですか。トーリャンセの歌詞というのがこちらになります。なんとなくは知ってても意味を深く考えたことがないっていう方はほとんどではないでしょうか。この歌実はものすごく怖い歌なんです。それを紐解くには3つのキーワードがあるので説明していきたいと思います。1つ目のキーワードが、行きはよいよい、帰りは怖い。中に入るのは簡単だけど出れないかもしれないよっていうようなニュアンスに聞こえますよね。この意味はいろいろ言われていまして、天神様っていうのが菅原道真を指しています。道真を祀っている三好の神社というところが今でも川越にあるんですけど、天神様の細道というのはそこに続いていく道のことを指していると言われています。そこに7歳になった子供とお母さんが参拝しに来ている様子を歌った歌なんです。しかし江戸時代になると三好の神社のところに川越城という城が建てられるんですね。そして要は用のない人間以外は立ち入ることができないということになりまして、七五三のお祝いでのみ通ることが許されたんです。しかし一般庶民が城に入るということは、それだけ情報漏洩が心配されていました。なのでスパイが潜り込む恐れがあって厳重に警備されていたんです。なので行きは簡単に入れるけど、帰りには書類なんかを持ち出していないかをチェックされ、もしも何か怪しいものが見つかってしまったらちょっと事務所に行こうかみたいな、何されるかわかんないですけど、そういう怖い歌なんじゃないかっていう説があります。当時のことを考えるととてもリアルで怖いなと思うんですけれども、2つ目のキーワードが、天神様の細道じゃ。なぜ菅原道真が天神様と呼ばれるのか気になりますよね。それは道真っていう男は身内に貶められて不遇の死を遂げた人なんです。そして道真が天神様と呼ばれるようになる事件が起きます。それが清涼殿落雷事件。清涼殿というのは現在の京都御所で、当時平安京の天皇が生活をしていた屋敷なんですけど、ある日空に黒い雲がかかっていて、天皇が空を見て雨やばくないって言っていた時に、ドッカーンっていうとんでもなくでかい音がしまして、何何ってなってたら、なんと屋敷の柱に見たこともないぐらい巨大な雷が落ちてきたんです。そんなことこれまでなかったので、これは道真のたたりに違いないということになって、このままだとやばいってなったんですが、道真の怨念というのがあまりにも強すぎてなかなか抑えることができない。だから神様として祀ることで怒りを鎮めようとしたんです。そこから彼は天神様と呼ばれるようになりました。なので今でも天神様っていうのは勉学の神様でもあり、八束の剣、一回新章、マコラみたいなもんなんですね。なので天神様というキーワードは怖い雰囲気を醸し出しているのではないか。そして最後のキーワードとなるのが、7つのお祝いに。これは先ほども言ったように、7つのお祝いというのは七五三の7歳のお祝いのことです。なんで7歳をチョイスしたんだろうって思いませんか。まず七五三という文化は陰陽道が起源になっています。その中でも奇数というのは縁起のいい数字と言われているんです。さらに7という数字は特別な意味を持っていて、キリスト教では6は不完全な数字、7っていうのは完全な数字、神を指しています。神は6日間で世界を作って7日目に休んだ安息日とされていますよね。そして北斗そして星というのは7つの星。また江戸時代では6歳までの子供の死亡率がめちゃくちゃ高かったんです。今でこそ信じられませんが、医療もそんなに発達していないし、食料も安定してませんでした。そして山には危険がたくさんあり、7歳まで生きれるっていうのは奇跡みたいなもんだったんです。だから七五三というのは神様にその無事を報告しに行く大事な風習なんです。ちなみに危険はそれだけじゃなく、神隠し、拉致、間引き、そういったものも多発していて、そうやっていなくなった子供が森で生き延びた姿がカッパなんじゃないかなんていう説もあるんですね。なので今の日本がこれだけ安全な国だって考えると、とても感慨深い気持ちになります。ということで、トーリャンセという歌が怖い理由というのは、僕たちの中に眠る潜在的な記憶が過去の時代を思い起こさせるからなのかもしれません。音楽にはそういった思い出させる力があるような気がします。ということで、続いては2年ぐらい前までものすごく人気があった日本とユダヤの奇妙な一致っていう都市伝説があるんですけれども、最近はそれほど目にする機会も多くなくなってきたかななんて気がするんですけれども、相変わらずこの説は興味深いなと思いまして、久しぶりに日中同祖論についてお話ししていきたいなと思います。過去に話した話と重なっちゃう部分あると思うんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらなと思います。僕らの文明にある多くのものは人の手によって作られました。家も都市も
言葉も国もデザイナーによってデザインされたものと言っても過言ではないんです。では日本という国の設計図は誰が書いたのでしょうか。世界中の国々には名前がありますよね。カナダっていう国の名前は原住民のイロコイ族の言葉で村を意味するカナダから来ていると言われています。またアメリカという国名は大航海時代のイタリア人探検家のアメリゴ・ベスプッチさんの名前から付けられたと言われています。ロシアっていう名前は海賊たちのルーシーっていう名前から来ていて、船のこのオールを漕ぐ人っていう意味がありまして、国名っていうのは意外となんか変なもんが由来になってたりするんですね。日本に関しては他の国よりも謎が深いと言われているんです。というのは日本の歴史というのは非常に長いのに、古事記より以前の歴史書が存在しないということと、唯一の手がかりと言われている古墳を調査することができないからです。だからこそ何か隠しているんじゃないかっていう話が絶えないんです。日本をいつから日本とするかっていうのは諸説あり、大化の改新の頃に中野大江の王子の弟天武天皇が日本という国号を初めて定着させたと言われています。しかし日本はそれ以前も大和という国名で、大和っていう名前の当て字に日本っていう漢字が付けられたんです。また日本国旗っていうものの歴史を遡っていくと、戦国時代の武将武田信玄や上杉謙信が自分たちの旗として戦で使っていたりなんかしました。ですが原型はもっと古くて、初期日本記によると701年に天武天皇が掲げていたとも言われているんですね。時が経ち黒船に乗ってペリーがやってきた翌年の1854年に日本は鎖国をやめて外国との貿易が始まったということで、島津氏という一族が日本の船と外国の船を見分けるための旗を作ろうということで日の丸に決まったと言われているんです。一見これを聞いただけで、なるほど、そうやって日本っていうのができたのねっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、すっぽり抜け落ちてる部分があると思いませんでしたか。それはなんで大和の当て字に日本という漢字を当てたのか、そしてなんで日本の国旗を日の丸にしたのか、そこには諸説あるんですが、皆さん都市伝説の話が聞きたいと思うので、日誘同祖論に基づく説に僕の解釈を加えて話していきたいと思います。興味がある方は飛鳥昭さんの本なんかがおすすめです。日誘同祖論というのはもはや説明しなくても知ってる人が多い説で、日本とユダヤは昔繋がっていたという説です。ここで言うユダヤっていうのは現在世界経済を支配しているユダヤ人とは違って、古代の原始キリスト教を作ったとされる真のユダヤ人と言われている人たちです。そして彼らが隠れてひっそり作った国が日本なんじゃないかと。彼らは古代イスラエルの失われた十氏族、またはそれに近い人々と言われており、ユーラシア大陸を通って現在の中国へ行き着きました。そして現在の日本にたどり着いて、たくさんの神社を建設し、日本語という言葉を作ったと言われています。それに関しては以前稲荷神社の動画で、稲荷の INRI っていうのはユダヤ人の王ナザレのイエスという意味だっていう話をしましたよね。さらに八幡っていうのはヤハウェを指しているんじゃないかなんていう説もあります。ですが今回もうちょっと大胆に行こうかなということで、実はほとんどの神社の建設に古代ユダヤの末裔が関わっているんじゃないか、そして彼らは日本という国を一つの神殿にしようとしたのではないかっていう説をですね、思いつきました。日本にあるコンビニの数は約6万、それに対して日本にある神社の数は無名な神社を含めると10万近くあると言われています。そして神社を建設するには高い建設技術がないといけないというのがポイントです。神社の話をするとキリがないので、最初の謎に立ち戻っていくんですが、日の丸の最も有名な意味が太陽神です。日本の神社の最高神は天照大神であり、日の丸がそれを表していることは疑いようのないことですよね。でもそれだけだと日の丸以外のデザインも考えられます。アルゼンチンの国旗なんかも太陽ですし、そもそも天照大神とはどのような神様なのかというのは、四季によればイザナギとイザナミの間に生まれたと言われています。なんとイザナギとイザナミと同じような神様が中国にも存在するんです。それが復帰と除化、中国神話で人類を創造した夫婦の神です。聖書にはアダムとイブなんかもありますが、世界中の神話に共通点があるのはとても不思議なことですよね。古代ユダヤ人たちは中国にたどり着き、秦の始皇帝が中国を統一します。皇帝の相棒に徐福という人がいるんです。中国の史記の118巻によると、徐福は3000人の人を連れて不老不死の霊薬があると言われている東へ向かった。
そして彼らは中国を出て行ったきり帰ってきていないと書かれているんです。ジョフクは実は中国に着いたユダヤ人の子孫で、日本列島へ渡り自分たちの国を作るために中国を出たんですが、その時に自分たちの宗教や言葉、自分たちのルーツを消したと言われているんです。なぜ消したのか。それは清はその後すぐに漢になりました。もし日本に自分たちの国を作っても中国の文化や言葉を使っていたらいつかは飲み込まれてしまうと考えたんです。なので独立した言葉や宗教を作ってユダヤの教えを盛り込むことで独自の文化を作ったんです。ちなみに日本語とヘブライ語には3000語ほど共通する意味と発音の言葉があると言われています。ここでなぜ復帰と除化の話をしたのかっていうと、この神々が何を手に持っているのかっていうことが重要なことなんです。それがコンパスと直角定規。コンパスと定規っていうのはただの道具としての意味ではなく、この世界をまた人類をデザインし作ったということを表しています。また当時の時代では圧倒的な建築技術を持っているという意味です。コンパスと定規で皆さん思い浮かべるのがフリーメイソンですよね。ちなみにイエス・キリストの父親ヨセフはどんな仕事をしていたかご存知でしょうか。それは大工です。イエス・キリストは大工の家の跡取り息子だったということなんです。そしてイエスと全く同じように馬小屋で生まれた謎大きい人物、聖徳太子、大工の神と呼ばれています。では日本の国旗を思い浮かべてみましょう。まるでコンパスと定規を使って書いてくれと言わんばかりのデザインではないでしょうか。考えてみれば相撲の土俵も前方後円墳も日の丸と同じ原理で書くことが可能なんですよね。では中国に戻ると、天円地方という天は丸くて地はキューブ状であるという宇宙観がありまして、それを建築物によって表していました。そしてこの天と地、男と女、コンパスと定規、円と四角っていうのは陰陽道における陰と陽のエネルギーを表しているんです。つまり日本国旗というのは太陽神と陰陽道によってデザインされているんです。では日本という漢字に込められた意味っていうのを紐解いていきたいんですが、まず日本の本っていう漢字をどう分解していくかという大きいという漢字と十という風に分けていきます。昔の日本の通貨を見てみてください。大と十が合体して本っていう漢字になっています。勘のいい方は気づいているように、十字架に手を広げ貼り付けにされたイエス・キリストを連想させますよね。そしてさらにこの本という漢字をよく見てみると、ユダヤ教最強の奥義カバラにおける生命の木にどことなく似てるんですよね。では日本の日という漢字は何を意味するのかっていうと、そのまま太陽神を表しています。日本ではアマテラス大御神、これは飛鳥昭雄さんという日本の有名なオカルト研究家の方がヤタガラスに会って聞いたっていう話で、本当かどうかはちょっとわからないんですけど、それによるとアマテラス大御神はもともと女の神ではなく男の神らしいです。それは天武天皇の頃にアマテラスを女性の神とすることで真実を巧妙に隠したのではないかという説があります。日本神話では三種の神器ヤタの鏡はアマテラス大御神を映し、またヤタの鏡自体をアマテラス大御神だと思って祀るようにと書いてあります。鏡っていうのは映ったものを反転させる道具ですよね。つまりアマテラス大御神がヤタの鏡を見る前は男の神で、その鏡を見た後は女の神だというメタファーなんじゃないかということです。ここにも男と女の陰と陽が隠されています。日本という国は国旗にも名前にも太陽神を掲げ、同時に旧約聖書や古神道の奥義が隠されているということなんです。しかしその証拠となるものは戦後 GHQ によって剣山やまた古墳なんかの調査によってすでに持ち去られているんじゃないかと言われています。もしかしたら日本とユダヤの関係が明らかになるのを恐れている人たちがいるのかもしれません。そんなわけでこれも日中同窓論のほんのごく一部だったんですが、よくこんなに多くの共通点を探した人もいるもんだななんて思ってしまいますね。ということで今回は以上になります。ぜひ興味がある方は調べてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。